一条金吉は、室町時代前期から後期にかけての苦行、古典学者。関白左大臣、一条京、次の六夫。官位は、十一位、摂政、関白、大城大臣、純三宮。一条家八代当主。東佳僧、三世紀老人、厚生恩寺などと称した。名の金吉は、金吉であるが、金らとも呼ばれる。王永十九年。 病弱であった兄の剣大納言、常助が隠居した後を受け、原服して家徳を継ぐ。欧永二十年、父の京継が没したため、九条流の課長と関白の地位は九条万教に移ったが、課長の職権の一つであった、東福寺などの九条流ゆかりの寺院の管理権は、剣大納言である金吉が継承した。これは、九条家の家臣が、 東福寺の寮内で殺害された事件をめぐって九条家と東福寺が不仲で寺川が九条家の管理に抵抗したため将軍足利義持がやむなく寺院の管理権は金吉が継ぐように故郷書を出したためであるその後累進して象徴2年に左大臣に任せられるが実権はいとこの二条持ち元に握られていた影響4年金吉は 摂政となったが、月夜で事態に追い込まれ、同時に、左大臣も辞職を余儀なくされる。その背景には、同年に実施された、御花園天皇の元服をめぐる金吉と二条持ち元の対立があった。かつて、五小松天皇の元服の際に、摂政の二条吉本が、加官役、将軍の足利義満が、利発役を務めた。 ご花園天皇の元服を、御小松天皇の洗礼に習って実施しようとした際に、二条位への摂政が、加か役、足利将軍が、左大臣として、理髪役を務めるべきとする主張が出され、金吉は摂政を、持ち元に、左大臣を足利義則に譲ることになったのである。その後は、不遇を囲ったが、学者としての名声は高まり、将軍家の稼働などに参与した。 京徳4年頃、日本書記参照を表す。同年7月、改元に強い意向を発揮して、交渉の年号に移行させたものの、京徳の乱の最中の関東において受け入れられず、一部で京徳の年号が使用されたままとなった。応仁元年1月、関白に官拓したが、同年9月に応仁の乱が勃発し、一条室町の邸宅と諸古、東家房文庫が消失した。 応仁2年8月、奈良幸福寺大上院に小手門関の神尊を頼って、身を寄せた。奈良でも、高所、著作に力を入れ、源氏物語注釈書、課長余剰を完成させる。後斉藤明珍の招きで、身の国に赴き、文明5年には、藤川の木を執筆している。文明9年、応仁の乱が収束すると、12月に帰京。旧大将軍、 足利義直や聖母、日野富子の庇護を受ける。富子の前で、源氏物語を講じ、商談地をお義直に送り、聖堂の指南に当たると共に工部を問わず高学の人々に学問を教えた。金吉は、当時の人々からは、日本武双の祭人と評され、金吉自身、菅原道真以上の学者であると交互しただけあって、その学問の対象は幅広く、 夕食古日の研究から、和歌、伝画、農学などにも詳しかった。また、古典では、従来の研究を集大成し、総学の影響を受け、一種の合理主義的な立場から、新仏儒教の三教一致を解いた。主要著作は70歳を過ぎてからのものであり、その後女児三人を設けるという勢力家であった。文明13年4月2日、皇居。去年八十。 その死に対して、500年来この災学なしとまで惜しまれた。墓は、京都東山東福寺上楽院にある、日付イコール旧暦。ありがとうございます。